皆さんどうもこんばんは、マンタです。今日なんですけれども、ちょっとね、危険な香りのするデザートがねセブンイレブンに売ってましたんで、そちらをね今回ご紹介していこうと思います。それがこちら、ほい、出るかな。ネットローリやめられない罪なヨーグルトっていうね、非常に怪しいデザートですね。これは魅惑の赤い果実って書いてるんですけれども、ちょっと気になりますね。早速ね食べていきましょう。マンタ TV、気になるな。実はこれ、去年にも発売されてまして、去年のはね、なんか焦がし醤油みたいな味だったそうなんですけど、僕は食べてないんですけど、うわすごい匂い。待って、スプーン開けるわ。中身がね、すごいな。ガチ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 なんだけど、いただきます。すごい、うわすごいわ。めっちゃ硬いもんな。すごい硬い。いただきます。何これ。すごい味。味というかね、食感、ヨーグルトじゃなくて、なんていうんかな、粘土食べてるみたい。すごいわ。粘土っていうか、あ、絵の具食べてるみたい。マジか、この商品すごい。絵の具だな。美味しいとはちょっと言い難い。すごい商品出したな、これ。うわ、食べるのに時間かかる。ちょっと混ぜて、わかるかな、ほら、ほら、ビトッみたいな、伸びるでしょ。これ絵の具やん。なんとか完食。ごちそうさまでした。うわすごいわこれ。味はね、まあ、もう後ろに書いちゃってるんですけど、ドラゴンフルーツ果汁が入ってるんですよね。味はね、ドラゴンフルーツみたいな味なんですけど、食感がね、ものすごい。絵の具やね。食用絵の具っていうような食感。まあ、あくまでちょっと僕の感想なんで、もしかしたらね、めちゃくちゃこのヨーグルトもうやめられへんっていう人いるかもしれないんで、あれですけど、もしよかったらね、ちょっと買ってみてください。マンタ TV。はい、ということで、今日はですね、セブンイレブンで発売されてたちょっと変わった絵の具、あ、絵の具じゃない、ヨーグルトのね、ご紹介でした。この動画良かったよっていう方は、ぜひグッドボタンよろしくお願いします。このマンタ TV のチャンネル登録もぜひお待ちしております。本日も最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。